こんにちは、名古屋アクブルの坪井です。今回はウォーキングの中でも横歩き、カニさん歩きだけです。横歩きは正面に歩くよりもどうしても抵抗面が薄くなりますので、抵抗は少ないです。その分腕や足がバリエーションがつけやすいですね。もう皆さんがやってらっしゃる動き、王道な動きプラスほんのちょっとだけ変わった動きを今回11個ご紹介します。一つ目は普通の横歩きなんですけれども、歩幅をわざと閉じないようにしていきます。2つ目の動きは大きく足を上げて引きずって寄せてきます。3つ目の動きは2つ目の逆です。すり足で行って大きくまたいで足を閉じます。4つ目はストレートに前にキックしてからまたぎます。5番目は4のストレートキックにスコッチといって、少し足を逆に絡ませてから開きます。6個目の動きは皆さんもご存知、グレープバインです。前にクロスしたり後ろにクロスしたりします。7つ目はスクワットをしてサイドステップの後に足を揃えてジャンプしてみましょう。
8個目の動きはバックキックを打って横歩きをしますが、バックキックを打つと後ろに当たりますので、進行方向に後ろを向いてバックキック、そのまま前を向いて閉じるという方法になります。9つ目の動きはよくご存知のボックスステップです。前に出てクロスしてバックバックだと同じ位置になってしまいますので、前クロスオーバーバック閉じる、前クロスオーバーバック閉じます。10個目は陸上では少し偉いカーフレイズですね。ガニ股になってかかとを上げてちょこ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 、次は X 脚になって内股でちょこちょこちょこです。プールの中では遊びですね。しかし遊びでも股関節がすごくほぐれるので最後の方にはおすすめです。最後11個目はパッパッパックローズ、ワン、ツー、スリー、クローズ、それを横横横クローズなので、 S サイズ、 M サイズ、 L サイズ、 L サイズ、 S、M、L、L という間柄になります。いつもありがとうございます。